皆さんこんにちは、大和吉野法人の大村千秋です。また皆さんにお会いできて嬉しいです。今回はどうしても皆さんに伝えたい最新の若手グラを持ってきました。流行りに追いつけということで、1つ目がこちら、秋田県にあります平泉本舗さんの飛天白鳥タイプ B になります。これめちゃくちゃスペック面白いんですけど、リンゴ酸でキュートな酸味、ヤマハイモトでミルキーな乳酸菌で、白麹のクエン酸、クエン酸でいうとレモンとかに入ってるあのクエン酸ですね。その3つのアシッドが組み合わせた時に何が起きるのか、これをちょっとやってみたいと思います。うん、わあ、香りがすごいですね。なんかね、トロピカルな感じ、でもすごい酸味がある。あー、絶対美味しい。これおー、美味しい。これ、これは可愛いキュートな酸味で、まあ、乳酸のまろやかな酸味がバンとあって、かつ後引きがすごい綺麗、なんかくどくない、すごいね、甘み、キュートな甘み、まろやか。いろんなね、甘酸っぱいタイプって新しい日本酒のカテゴリーとして存在してるじゃないですか。でもね、これ多分唯一無二なんじゃないかな。皆さんもちょっとぜひこれ試してもらえたらなと思います。こちら、あの秋田県平泉本舗さんの飛天白鳥タイプ B になります。おっ何これ、イネとアガベさんのお酒、イネと麹とホップになります。テイスティングをさせていただきます。もうね、色味はですね、まあ、イエローとオレンジの間ぐらいじゃないでしょうか。少し薄く霞んだような印象になります。うわー、すごいな、すごくジューシーです。あの香りはさっき言ったようにグレープフルーツとレモンみたいに、もう爽やかな香りがあるのが特徴になってるんですけど、すっごいね、あのまろやかでね、優しい甘みがあって、かつスッてこう消えちゃうような、後切れもすごくいい。皆さん、クラフト酒っていう新しいジャンルご存知ですか？ここ近年あの新しく出てきたクラフト酒っていうのは、その米と米麹、水のプラスアルファで原料を加えて作るっていう新しいジャンルのお酒になってます。なんでこれで言うと、だからホップですね。ホップってそもそも本来、まあ、ビールで使う主な目的っていうのは、香り、苦味で殺菌のこの3つになります。まあ、ホップの種類にもよるんですけれども、これはとても香り高いでまろやかな旨味が、そのホップの本当にビビたるビターさ、苦味っていうのと調和してて、新しいジャンルのお酒にとてもびっくりしました。とても面白いと思います。ぜひ皆さんお試しください。